ナイス。今めちゃくちゃいい音。いい音でした。おお、すごい。めっちゃ飛んだ。でも全然力入れてなかった。こんにちは、シンです。今日はレッスン風景を動画でお届けしていきます。じゃあ自己紹介お願いします。はい、ゆきです。お願いします。お願いします。ゆきちゃん、ちなみに今ゴルフは、ゴルフ歴とかはどれぐらいですか？全くないです。あ、じゃあ、はい、ゼロからのスタートっていう。はい。今までスポーツの経験とかありますか？スポーツは、10年ぐらいバレーボールしかやってきてないです。おお、なんか球技やってるとゴルフに役立ったりする場面もあると思うんで、今後ゴルフやっていく上でなんか目標とかありますか？目標は、綺麗なスイングで、より飛ばす、飛ばしたい。なるほど、綺麗なスイングで飛ばしたい、はい、いつまでにラウンドデビューしたいなとか、スコアこれぐらいになれたらなみたいなありますか？でも今年中にラウンドデビューして、あとは、いずれかは100切りしたいなっていう感じです。いいですね。ラウンドデビューして100切りっていうのは確かに1個ゴルファーの到達1個目標みたいなところもあるので、ぜひラウンドデビューとその後100切りに向けて頑張っていきましょう。はい、お願いします。お願いします。じゃあ、動画で撮ってないところで、1回目のレッスン実はやってグリップとか覚えてもらったんですけど、ちょっとそこの確認からいきますか。はい。じゃあ、構えの体勢取ってもらって、グリップの握り作ってみましょう。で、確認ポイントが、左手の握りから確認してて、で、右手をちょっとじゃあなしの状態で、で、左手だけ握ったときに、これもいいですね。指先で握るっていう状態をまずは作ると。で、あとは、チェックポイントでここの人差し指と親指の間にこうシワが寄る部分があるんですけど、これがだいたいこのシャフトの真ん中に来るっていう、指先に握ってここがシャフトの真ん中に来るっていう、これで今綺麗に握れてます。はい、 OK です。じゃあ右手も握った時に、指先でまずは握るっていう、であとは手首のやっぱ脱力感って大事なんで、そうするとこのクラブを揺らせるぐらいの脱力感が手首にある状態、結構そこがガチガチになってる方とかもいるんで、そのあとやっぱ力で打っちゃうなるんで、今ぐらいの脱力感キープして打っていきましょう。はい、じゃあボール打ちながらいきますか。はい、はい、やっぱスポーツやってただけあって振るスピードとかは結構取れてるんで、本当ですか？なんか安定したスイングができてきたら、こう飛ばせる状態にはなっていきそうだな。なるほど。結構すでにまあまあ綺麗なんだね。あ、でもレッスン入る前になんかおさらいポイントでアドレスの姿勢すごく綺麗なんで、はい、それはぜひ見てる方も見習ってほしいなっていうので、はい、スポーツやってたと思って体幹もしっかりしてるのか、結構背筋からこう整えて前傾するっていう、はい、この姿勢がすごい綺麗にできているんで、ベースの状態いいですね。はい、ありがとうございます。右に行っちゃいますね。あ、普段の練習でも右に行くが多いですか？だいたい右にしか行かない。なるほど。はい、最初ってやっぱみんな結構右に行くのに悩むんですよ。で、じゃあそれを直していくと、はい、スイングも合わせて綺麗になるっていうポイントあるんで、そのポイント今日お伝えしながらいきます。はい。はい、あ、すごいとこ行った。OK、じゃあ、はい、右に行くのを修正していくっていうのを今日テーマでいきます。はい、はい。で、ちょうど今日、トラックマンっていう機材使ってて、で、トラックマンだとここに、はい、当たった時のフェース面の向きっていうのが表示されるんです。球が右に行った時っていうのは、このフェースの面が、右に向いてるっていう、でそのまま球が右に行ってしまうっていう状態になる。なんでまっすぐ行かせるにはこのフェース面を閉じるっていう方向に練習する必要があって。で、それをちょっとこの後やってみましょう。はい、で、これが今フェース面がまっすぐの状態ですね。はい、でフェース面閉じるっていうのを一回じゃあノーヒントでちょっとフェース面閉じてみてもらっていいですか？
閉じる。閉じる。お、いいですね。今そうできてます。うん。そう。でこれが今まっすぐだったら閉じるっていうのはこのフェース面が、まあこの今浮かしてる状態だったら斜め下に向く。うん。うん。まっすぐからシャフトを回すとフェース面が閉じるっていう。うんうんうん。でこれが実際にボールを打つときはパーンってこう開くっていう状態になりやすいんで、それを意図的にちょっと閉じていくっていう動きを入れるとこうフェース面が閉じてまっすぐ飛んでくれる、うんうん、なんでこの後練習のときにこのシャフトをこう回すっていう意識を持ちながら練習する、はいはい、そう振ったときにシャフトを回すっていうのを意識しています。回す。あ、OK、シャフト回せれてますね。うん、今こうスイングのなんかフォローの時のフェース面見た時にフェースしっかり閉じてる形できてるんで、一回それでボール打ってみましょうか。はい。お、今のできてますね。できてます。できてます。できます。球がこう左に飛んで、このちゃんと映像のフェース面がまっすぐから左に向いてるっていう。ああ、へえ、本当だ。そう、フェースを閉じるっていうのがちゃんとこう医者が自分でコントロールできたっていう。へえ、なるほど。いいですね。サラブでした。これはカットですね。あ、カットしません。カットしないと。ナイス。今めちゃくちゃいい音。いい音でした。いい音。お、110ヤード。おお、すごい。めっちゃ飛んだ。でも全然力入れてなかったです。お、今あんまり。もうさ、なんかフェース面が閉じて当たると、うん、なんか効率的に当たってくれてる感じで、うーん、力入れてないのにパーンって飛んでくれるっていう。おお、なるほど。そうそう。したら力抜いてスイングできる分スイングも綺麗になりやすいんで。なるほど。うん。確かに。おお、でもまっすぐいってますね。ナイスナイス。何球かもう同じ感じで。はい。たまに2、3球打ったら素振りしてちょっとシャフト回すみたいな確認して練習していくって感じですね。わかりました。おー、ナイショー。右に行かなくなった。すごい、まっすぐ。めちゃくちゃいい。まっすぐ行ってる。まあまあ、もちろん今まだミスしたりこうたまに右行ったりってあると思うんですけど、はい、なんかこうミスの原因に対してどうやったらどっち行くみたいなのをなんか一個ずつ覚えるのっていうのがすごい大事で、右行ってしまったら、あ、なんか面が開いてるんだみたいな。あ、だからこうちょっとシャフト回して、はい、面閉じたら左に行かせられるっていうのが一個あると、まあ、今後のこう自分のセルフ練習でも上達しやすくなる。閉じる。右ですかね。うん、まあ、でもあれほんのちょっとなんで、あれぐらいだったら全然コース上では許容範囲です。うんうん、なんかあと聞きたいところとかありますか、今のところ。なんだろう。ありすぎて。ありすぎて。逆にありすぎて。いっぱいある。ありすぎて。そうですね。なんだろうな。じゃあ5文字以内でお願いします。5文字以内で。5文字以内。めっちゃ難しい。でも多分私一番。手で5文字、あ、5文字超えた。ごめん、すいません。うん、やっぱりどうしてもまだ手で打っちゃう。あ、手で打ってしまう。ちょっと軽く打ちたいというか。なるほどなるほど。うん、それはやっぱスイング綺麗にっていうところにつながるポイントで、はい、で、まあ、1個おさらいすると、うん、まあ、今日のレッスン入る前にやっぱそのクラブをどうやって動かすかっていうので、うん、必ずまあ体重移動から先に動かすっていう、うんうん、そうで、それ結構まあできてる方なんですけど、ゆきちゃんは。そう、それを改めて意識すると体重移動、そう、脱力して振れるっていう状態になるんで、うん、なんで思い出しポイントとしては、うん、まあ、ちょっと指先で握るっていうところと、はい、前回のレッスンでお伝えした内容でクラブを体重移動が先に来てからクラブ振る感覚っていう。うんうんうん、ちなみにバレーでなんかスパイクを打つときに
はい、強い球を打つコツとかありますか？まあでも体が反らずに、うん、こう前傾というかおになってる状態とかとか体がこうあとこう反りすぎたらダメっていう。そうですね、下に打ちたいので。あ、なるほどなるほど。ちょっと下にちゃんとこうパワーを向かわせて打っていくっていう。そうですね、うん、違うかなちょっと空中戦なんでゴルフと結びつけるのはなかなか難しいけど、やっぱり力の方向に対して先にこう体が動いていってパーンって打つんで、多分反りすぎたら上に重心が向かってる状態でパーンって打ったらやっぱ上に飛んじゃうみたいな。で多分重心先にこうちょっと下に持っていくような感じからパーンって打ったら下に強い球が打てるんじゃないかなっていう。バレーの専門家じゃないんですけどそうですね。そうです。ただまあゴルフも体重移動が先に来てからクラブ振るっていう、でまあ体重移動のコツはまた伝えていくんですけど、はい、体重移動が先でシャフトちょっと回す、はい、体重移動先でシャフトちょっと回す、うん、きれい。いいリアクションありがとうございますすごい。体重移動先に行ってからクラブ振るのが脱力して綺麗なスイングになっていくんで、はい、すごい軽そうなスイングに見えてめちゃめちゃ飛んでますね。あ、そうそうそう。なんかそれが本当こううまく体重移動の流れが使えると楽に飛ばせるって状態になるんで、すごい。そうですね、今日は体重移動があってシャフトちょっと回す、はい、回す。おー、ナイスよ。おー、ナイス。いい感じに。で、でもまあ最初はなかなかその真ん中に当たらないです。はい。これからのとこなんで。で、どうするかっていうと、まあ、ここに構えて、でも何回か素振りするっていう。あ、ちょっと前振りすぎてるなとか、ズレが意外と素振りの方が見えたりするんで、ちょっと空中振ったなとか、確かに。そう、そしたらちょっとマットも思い切ってこすってしまう感じで、お、ナイス。そうそうそう、結構最初は怖がってこう空中振るっていうのが、はい、もうみんなあるあるなんで、うん、だからもう体重移動でシャフト回してもうザッとマット擦っちゃうっていう。確かに。そう、ガンってなったらどうしようって、なんか怖さがあると思うんですけど、はい、意外とガンって言っても痛くなかったりとか、どうぞ、まあ、マットごと行くっていう中で、あ、なんか偶然そこにボールがあったっていう感じの方が結構いい当たりに出る。はい、お、ナイス。そう、いい球、うん、なるほどナイショー。じゃあ今日はこの辺で終わっときましょうか。わ、はい、かりました、はい。で、まあ、まとめると、はい、なんか練習の内容っていろいろ考えすぎてると動かなくなっちゃうんで、ちょっと短めの言葉で記憶しとくとやりやすくて、はい、例えば今日だったら体重移動シャフト回すマット擦るとか、もうそれぐらいそれぐらいの感じなるほど。体重移動何でしたっけちょっと長すぎた、長すぎました長すぎました。もうちょっと短く、体重移動回す擦る、体重移動回す擦る、はい、そうそう、うん、だったら覚えれそうですか。はい、はい、覚えれます、はい、今日の感じはどうでした。今日の感じ、うん、楽しかったです。あ、よし、まあ、それが何よりなんで、はい、ぜひ楽しみながらラウンドデビューに向けて頑張っていきましょう、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、ゆきちゃんラウンドデビューに向けて頑張っていくんで、応援したいよっていう方はぜひ高評価チャンネル登録お願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。